ここでいい匂い出してるんですよ。はい、はい、それでいいです。おお弟子にしてもらえませんか。セルビアクイズを出題したいと思います。当たったなんかまさかの当たったワールドマスクッキング。さあ今月はセルビアの料理ご紹介してます。さあ今週は何を作るんでしょうか。今週はアーモンドボールといって、すごく簡単なクッキーを作ります。焼かないクッキーです。焼かないってどういうことだって、はい、クッキーって焼くものですもんね、はい、オーブンとかで、はい、焼かないってことはなんか煮るとか蒸すとかそういう工程があるわけじゃないですよね。あ、それはないです、はい、全部混ぜるだけです。最高。あとは形を作ってコーティングをして終わりです。最高じゃないですか、はい、これこそ怠け者でも作れるクッキーですねなるほど、じゃあ早速作っていきましょう。はい、はい、すごい、もうここでいい匂いがしてるんですよこの材料だけでももうすでに美味しそうな感じがしてきます、はい、じゃあまずは、はい、このクッキーを細かくしなければいけないです、はい、そのために中に入れて、はい、細かくしてください。はい、わかりました。半分を、はい、締めてこれは結構細かくするんですか。そうですね、パウダーになるまですごく細かく、これでいいです。はい、はい、じゃあこれを入れちゃう、はい、おい、全部、はい、残りの半分も同じ、しっ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 し、はい、よし、まあブレンダーがあったらブレンダーでもいいですが、まあブレンダーが今日はないので、はい、お願いします。はい、お任せくださいはい、おい、はい、行きました。じゃあ次はアーモンドパウダー、はい、これを全部、うん、全部、はい、はい、はい、じゃあ次は粉砂糖とクラム酒を入れてください。粉砂糖を、はい、全部、全部で、ラム酒も、はい、あ、いい香り、よし、あとはこのバニラ、はい、エッセンスを何滴くらいですか、はい、10ぐらい、10ぐらい、はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 はい、大丈夫です、はい、じゃあ全部混ぜてください。おーい、お客さんがうちに来たらすぐ作れるので、はい、そっか、お客さん来てからでも作れるのか、全然間に合うんですね、はい、そうですね、いい、じゃあ次は牛乳、はい、でも全部ではなくて、はい、まあそうですね、ちょっと置いて、はい、はい、半分くらい、はい、はい、うん、もうちょっと、はい、このくらいで混ぜます、はい、はい、ほい、ほうほうほう、あ、ちょっと固まってきた、こうやって、そうですね、うん、じゃあまずまた牛乳を入れてください。はい、全部ではなくて半分ぐらい、半分ぐらい、こんな感じかな、はい、ほうほうほう、はい、じゃあまた牛乳を全部入れてください。はい、全部、はい、じゃあ次は手で、きれいに手でまとめるかどうかちょっと確認してください、はい、どうですか、しっとりですか。しっとりです、だいぶしっとりしてます。じゃあ大丈夫、はいはい、はい、まとまって、じゃあこれで生地を作りました。はい、こんな感じです。でも簡単、じゃあちょっと違う味、2つの味をしましょう。じゃあこの半分をここに入れてください、はいはい、そうですね、うん、じゃあこのココア入れてください、はい、全部、はい、それで同じように手で、はい、きれいに混ぜてください。手でやっていいっていうのがやっぱ楽ですね、はい、本当余計な洗い物も増えないし、これはもう作った時の感動、完成した時の感動はもう何物にも代え難い本当に、よし、これでいいです。はい、じゃあ生地を終わりました。生地完成しました、はい、じゃあ次はスプーン一つを取って、はい、手で丸めて、はい、ココナッツに入れて、はい、お皿に置いてください。はい、わかりました。
これでもうちょっと小さめ、もうちょっと小さめ、はい、はい、こんな感じですか、はい、コロ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 、じゃあこれでパウダーをコロコロってつける、はい、かわいい、これで置くと、はい、じゃあ最後はアーモンドは上に乗せてください、もうちょっとちょっともう少し、もう少しギュッと、はいはい、はい、それでいいです、はい、じゃあそれで全部です、よし、簡単ですね簡単、よし、じゃあ今度こっちのプレーンな方も、はい、はい、よいしょ、このままかな、大体何日ぐらいこう冷蔵庫がいいか持つものですか、5日間ぐらい大丈夫です、5日間ぐらい、はい、はい、できました、やったー、かわいい、どうでしょう、いかがでしょうか、場所をちょっと移動しまして、はい、先週作った、ナマケモノのパイとこのアーモンドボールを試食したいと思います、やったー、ようやく食べれてじゃあティーパーティーへレッツゴー、シュイーン、さあティーパーティーが始まりましたやったー、ようやく食べられるさあじゃあ早速いただいてもいいですか、はい、いただきましょう、いただきます、はい、セルビアどこで、はい、プリアツノと言います、プリアツノ、はい、プリアツノ、プリアツノいただきます、いや、柔らかくていいです、あ、でも表面カリッとサクッと、はい、いやー、おいしそう、うん、これで婚活で勝てそうです合格です、合格ですか、やった、はい、毎日ワールドマスクッキングやってたいって思うくらい幸せな瞬間です、このコーヒーは、これはセルビアのコーヒーで、うん、トルココーヒーに似ています、あの実は昔はセルビアは500年間トルコの影響を受けましたので、トルココーヒー文化が伝わってきました、へ、何か味が特徴あるんですか、あのそうですね、あのとても濃いです、あの特別な作り方なので最後にあの沈んだ粉は飲まないでください、ちょっと初めてトルコ風のコーヒーも飲んだことないので、はい、あ、そうですか、初めてです、ちょっとじゃあいただきます、はい、いただきます、うん、香りが強い、おー確かに濃い、うん、はい、強めな感じですね、コーヒーの豆の香りというかすごく感じます、あとこっちもいただいてもいいですか、はい、私も楽しみにしています、よいしょ、いただきます、いただきます、いい、私は白い方、うん、なにこれおいしい、うん、すごくおいしいです、うん、これあんま簡単にできたと思えないくらいすごいクオリティです、まあ、セルビア人は本当にいろいろなあのクッキーとかケーキの種類があって、うん、あのよくアーモンド、ヘーゼルナッツとかクルミを使ってます、うん、ちょっと全部あのセルビアのクッキー教えてほしいです、はい、それくらい本当に美味しいです、はい、あの弟子にしてもらえませんかぜひぜひ、はい、教えます、もうどんどんセルビアが大好きになっていきます、うん、嬉しいです、本当に本当に学べてありがとうございました、いえいえ、ありがとうございました、さあここで僕がセルビアクイズを出題したいと思います、セルビアクイズ、すごい生き生きしてますねなんかいじってやるぞみたいなセルビアクイズ第1問、じゃじゃん、セルビアの国旗の一番下の色は A 青、B 緑、C 白、優しいですね、私に選択肢をくれるなんて選択肢もくれないかと思いました、はい、じゃあ答えどうぞ、 A 青、 A 青、 A 青、じゃあ正解は C の白ですちょっとあれティアナさんどうでしょうか、これ国旗の色を間違えるというのは、あ、まあでも確かにちょっと難しいです、優しい優しいティアナさん第2問、はい、でーん、はい、セルビアの首都は A ベオグラード B ノービザード C チャチャク、さあお答えください、どうぞ、これは簡単ですこれ本当首都、
よし、決めました。はい、答えください。はい、どうぞ。はい、 A ベオグラード。 A のベオグラード、正解です。ハンデさん、いや、知ってましたよ。知ってました、知ってました、もちろん知ってました。はい、じゃあ第3問で、で、はい、セルビアの通貨は、通貨、うん、A ルピー、 B シリング、 C ディナール。さあお答えください。どうぞ。はい、はい、じゃあ正解をどうぞ。はい、はい、A ルピー。 A ルピー、ファイナルアンサー。はい、残念正解は C のディナールです。A か C だったんだよな。今のところ全部 A で書いてますよね。はい、あの答えは大体 A だと思ってる。さあ第4問、はい、停電。セルビアの空港の名前にもなっている有名人は誰？ A アーノルド・シュワルツネッガー、 B ニコラ・テスラ、 C ストイコビッチ。さあ、いや、やっぱりリモコンの方じゃないかな。はい、じゃあ回答どうぞ。B ニコラテスラ。正解。やっぱり空港の名前になるくらい有名人なんですね。なるほど。じゃあ最後の問題、第5問目。はい。で、で、セルビアの建国記念日はいつ？ A 3月22日、 B 12月16日、 C 2月15日。さあお答えください。どうぞ。この最後のお答えはじゃあティアナさんから答えをね発表していただきたい。 C にします。 C の、2月15日、はい、ファイナルアンサー。はい、なんかさっきお手紙で3月15日に3月10何日になんか書いてあった。ちょっと近い日を選んでみた。いや、ティアナさん正解をお願いします。はい、はい、正解は C です。本当に C なんだ。そうなんですね。当たったなんかまさかの当たったという感じで、はい、セルビアのね、クイズ文化を紹介してきましたけども、はい、いかがでしたか。楽しかったです。あと美味しいものたくさんで本当に弟子入りしたいです。あ、嬉しいです。ぜひいろんなお菓子を教えていただきたいです。本当に楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、皆さんもぜひお家で作って真似してみてください。本当に簡単ですから、もう怠け者でも作れます。皆さんもぜひやってみてくださいということで、さよなら。この番組をいいなと思っていただけた方はチャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントお待ちしております。わったなって、じゃんけんじゃんけんポン。何のポーズかわかりません。皆さんご想像にお任せします。もうこのじゃんけんのネタがありません。